動今日は、あのー、えっ、ー、と、副児相も咲いているので、あのここで Vlog をやろうかなと思っています。えっ、ー、と、何を話そうかなっていうと、EOS R3 が発表になりましたよね。で、あのー、ちょっと面白いので、そのことについてあの考えをまとめてみようかなと思います。えっ、ー、と、私はあの4年前に α9 というカメラ、ソニーがから出たときに、 これはすごいカメラが出たぞとでそれであの他メーカーから移ってきたんですけれども、あのー、当然あのカメラの開発者たちはあのもっと衝撃的だったみたいです、えー、話に聞くところではいろいろなカメラメーカー開発者が緊急招集されてあの対策をする会議があったそうですであのメーカーの中にはこれにはもう絶対勝てないと あのだから、あのー、違う路線で勝負しなくちゃいけないってことを決めたメーカーもあったそうですそれぐらい α9、あのー、っていうのは衝撃的なカメラでしたでもデジタルカメラのシェアナンバーワンのヤノンはあのー、違う路線でなんて言ってるわけいかないですよね絶対これを、あのー、追いついて越えないといけないでも それにはあのセンサーから開発をしないといけないっていうことになったと思います。でということは、もうラインから作り直すことになりますので、ものすごい設備投資をしたと思います。で、ようやくそのセンサーができたのが、このアルファじゃないや、R3 なんじゃないかなと思いますあの。キャノンにして初めてだと思うんで、それ裏面照射。 でそして積層でで胴体歪みがないあの構造になっているとで、あのー、これを作らないことには α9 を超えることはできないわけであってでちゃんと α9、あのー、は超えて α1 と対等のような発表になっています。 どっちの性能がいいかはあの実際にもう見てみないことには分かんないですけれどもおうとうとうキヤノンもこのタイプのセンサーを作り出したんだってことはすごいなと思いますでこれでどうなるかというと今度の東京オリンピックえー、とキヤノンとソニーを使っているカメラマンは秒30個まで撮るわけですでこれはあの今までになかったスポーツ写真が 生まれる可能性がありますね。今までのオリンピックで秒30個まで取った歴史はないわけですから。で、そこでかわいそうなのが2個を使っているカメラマンですね。あの d ドクターで秒何個までだったんだろう。12個ま14個までもあのーうん、半分以下ですよね。それで勝負しなくてはいけない。あのー、でさらに。 レンズも400の2.8スポーツカメラマンの標準レンズですけれども1キロニ2個の方が重いですよねでそれで勝負するこれはちょっと隣のカメラマンが羨ましくなるんじゃないかなとあの思いますえっ、ー、と、うん、あの新聞社通信社、えー、と聞くところであの えとあのオリンピックを撮るカメラマンはカメラ選べる会社もあるみたいですね。あのー、ででもあの会社によっては通信社なんかによってはもうあのカメラ全部2個に統一みたいなかの会社もあるんですけれどもそうなるとその人たちはうんうらましいなみたいなあのことになるかと思います。E、が 急に普及したのは、えー、と東京で世界陸上があった時に、えー、と三段跳び、えー、とカール・ルイスだったからかながな世界記録を作った時に、えー、とニコンの、えー、とあの頃は F4 で、えー、とキャノンが EOS1 でそれであの撮ってでそれでニコンの あのカメラで撮っっったた AP がが、えー、枚しかかピントがあってなかったでその時に EOS を使ったロイターが3枚だったかなピントがあったそんな話がありますで配信した時に1枚しか配信できない AP と3枚配信したロイターとで、あのー、圧倒的に使えたのがロイターの写真だったとであの通信社の世界ではもう1日でその 結果、世界中の写真、新聞社がどっちを使ったかっていうのは結果が出てでそれで「あのロー素がすごいぞ」っていうのが実は報道カメラマンの中では話題になったっていう話があのもう大昔ですけどありましたでそれと同じようなことが今年も東京オリンピックであるんじゃないかな。 あの RSD がすごいぞ、アルファワンがすごいぞみたいな、うん、話が出てくるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみにしています。どうもありがとうございます。